1分間ミステリー、22分のスクービードゥの内容を60秒で説明しちゃうよ。じゃあ行くよ。友人の誕生日会でドクロ島を訪れた一行は、見ず知らずの人に頼まれて棺をホテルに運ぶことになる。部屋の中が棺だらけで驚くシャギー。友人のリサとそのおじレオンの話では葬儀屋の集会があるんだって。寝込みを襲われそうになるダフネだったけど、間一髪のところでセーフ。手がかりを発見。やっぱり笛だ。レオンおじさんによると一家は呪われていて、捕まればリサもドラキュラになっちゃうかもしれないんだって。本当？みんなでリサを守ろうとするものの、時すでに遅し、クローゼット、廊下、壁、そこら中からドラキュラが現れる。マントの重さでプールに沈んだところで、ついにドラキュラの捕獲に成功。ドラキュラの正体は？レオンおじさん。レオンは給料に不満でリサを陥れてホテルを乗っ取ろうとしていたんだ。笛で操れるコウモリも登場するよ。事件解決のお祝いにはハンバーガーが最高だね。今回はここまで。次回の1分間ミステリーもどうぞお楽しみに。